ゃあ、本さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、泳ぎ数が低い、ブリーチをすることによって染料がたくさん、入って、色を、楽しめるんですけれども、逆に染料が大量に入る分、大量に色が抜けます。で、その PPT で今回使うのが札幌のパリスさんという方のところのアルキューになります。で、さらにこれヤシ油の油が毛髪内に、あの、タメ以外でちょっと多いです。で、分子量が小さいものより、あの、毛髪の内部にこう入ってきますから、これ皆さんも分かってると思うんですけど、分子量小さい HC 染料、 HC っていうのはあのヘアカラーっていうんですね。 HC 染料っていうのは HC 染料はこの中に入りますね。で、あともう一個ディスパース染料っていうのがありまして、ディスパース染料っていうのはこの中間あたりに染まるような感じです。で、そして3番目が、塩基性なんですけど、塩基性がここに染まるんですよ。体でも髪の毛の中に染まるので、この塩基性っていうのはオルトコルテックスのカラーがカラージャムのいいところだと思います。あの、おしゃれなセンスを持って髪型を作る美容師像が、まあ、一番理想でかっこいいかなと思うんですが、ですがプラス少しケミカルの知識を持ったバランスがこれからの美容師像、新しい美容師像ではないかなと思いますね。例えばおしゃれなサロンで、おしゃれなことだけをこうデザインをするっていうのも一つではあると思うんですけど、プラス少しケミカルの知識、必要なお客さんに説明できる知識があることによって単価も上がりますし、それがちょっと兼ね揃えるのがこれからの新しい美容師像かもしれません。検証したね、このクソモードがあるんですけど、あの、このね、検証のモード、すいません、もう終わりますかね、この検証の話。もうちょっと使ってください。で、マルセルでも知らせましたけど、アルカリカラーと普通の塩基性カラーですね、混ぜてもらうから混ぜちゃダメだと思う。このカラージャムに関して別で使った方が絶対いいと思います。先ほど言われたようにタンニン、これタンニンも混ぜていいからですね、いろいろやってみようと思って、全然意味ないです。正直これ全部検証意味ないんですけど、最後だけ説明を使ってるんですが、これアルキルの、これが一番染まりました。2週間後、 1ヶ月後でシャンプーもその回数があったんですね。こういうふうに色が出てますよっていう、まあ、目安に何だというか、アルキルは例えばスケールがありますよね。こう、ここ20トンでここ1トンからこう、例えばここ10トン、あ、13トン、まあここ8トンだとしますね。例えば13トンの方だったら、で、例えば、10トンのお客さんに使う場合だったら、で、先に、よかったですね。これカチオの高分子とアニオの高分子、お客さんのトーンに合わせて、例えば13トーンであれば、塗り終わったらシャンプー台で流してから山猫トリートメントが一番良かったですね。で、ちなみにフォアセルベルト、フォアセルで今回はあくまでも僕の検証であり、あの、ケミカルの真実っていうのは学者じゃないとわからないと思うんです。で、これもどんどんケミカルと変わっていくと思うし、人によって考え方も違ってくると思うので、美容師としてできるのはあくまでも現場の検証結果で、ケミカルに詳しい美容師さんと僕と何も変わりがないと僕は思っております。早川さんが言ってる通り、カラージャムをデザインするもの、カラーを楽しむもので、髪をパレットとして、カラージャムを使って子供の頃絵の具でこう楽しく遊んだように、仕事を楽しくワクワクさせるツールだと感じました。あくまでもこれは他の塩基性カラーではちょっとわからないですけど、カラージャムだけの話をしてます。まあ、早川さんをはじめカリプソンクルーのスタッフさんたちがカラージャムを使って、楽しく仕事している姿を見ると、まあ、それがカラージャムのゴールかなって、アフターショーに山根ですね、今度モデルさんを聞きたいと思います。この間札幌に行ったのに、山内農場のペンって言ってありがとうございます。じゃあ、トリセンやりてなかった。より棒持ってるじゃん。なんかこう、雰囲気はちゃんと、なんか重めにパンチとバンドパンみたいなのありますかね。あれってどうやって聞くんですか。センターからまず真ん中から2つに分けますね。